吸血鬼ハンター D。吸血鬼ハンター D。ヴァンパイアハンター D。は、菊池秀幸の小説、朝日新聞出版館。かつては朝日ソノラマ館。OV 映画、アニメ映画化、テレビゲーム化、漫画化もされた。また2000年公開のアニメ映画が契機となり、現在は海外で翻訳出版もされている。はるか未来、人類は貴族と称する。 吸血鬼たちにより支配され、彼らの食料源にイコール家畜として連続させられていた。その不死性と超能力、強大な科学力ゆえ永遠に続くかに思えた貴族の繁栄だったが、いつしか種族的衰退と精神的大敗に陥った彼らは絶対的な支配者の座から降りようとしていた。しかし、半径を翻した人類から遠われ、狩られる立場になってなお貴族が持つ、 数々の超絶的な力は健在であり、人々を脅かす。さらに、貴族たちが生み出した、王具も、大巨獣、狼男など伝説を模した頂上の生物により、地球の環境は、人の生きる上で過酷なものとなっていた。その怪物どもを、狩る、技術の発達と、狩りの技の専門家である、ハンターの出現は必然であった。だが怪物どもを超える力と技を持ち、 気分次第でその力を人々にも向ける、ハンターは、人々にとっては、怪物以上の脅威でもあり、心から受け入れられるとは限らなかった。そしてその人々もまた純真無垢ではなく、互いにがみ合い、争った。そして悲惨なことに、常に、人々の猜疑心と敵対心を向けられて、排斥されるのは、貴族に直接傷つけられた被害者たちだった。吸血鬼ハンターとは、 そんなすべてが荒廃した、しかし誰もが精一杯生きている、奇妙な魅力がある辺境の地で、主々のハンターの頂点に立ち法外な報酬を受け、ずば抜けた力と技を用いて、貴族を狩る者たちである。旅人帽、トラベラーズハットをかぶり、背中には長い刀を背負い、胸元に青いペンダントを下げた黒子の美青年、D。彼は、左手に揚力を持つ、 人面相を宿した凄腕の吸血鬼ハンターであり、貴族の大王、神祖と人間との間に生まれた根血児、ダンピールでもあり、そして貴族と人間の融合を企てた神祖が幾多の失敗と悲劇を生み出しながらも今なお行い続けている実験の唯一の成功例でもあった。貴族と人間双方の豪を追った D の孤独な激闘の旅は続く。 ゴシックホラーと、ウェスタンとホラーアクションと SF ファンタジーを結合した、独自の世界観、そして、滅びつつもなお強大で、時に偉大でもある、闇の貴族としての吸血鬼、貴族より強く、怪物より、異形のハンターたち、決して純真無垢ではなく、時に、貴族以上に残虐非道になる、一般大衆などのモチーフは、多くの後発作品に影響を与えた。D 魔導集は、どこも英雄ソフトバンクの、携帯サイト、ミストリーワールド、ミステリーワールドにて、先行連載配信後、2007年10月5日に、朝日文庫より19作目として刊行された。西暦1 2千9 0年、舞台は、偏境の街。一体を支配する、貴族理伯爵に血を吸われた少女ドリスは、吸血鬼ハンターのディーを雇い入れた。 ドリスを己の妻に迎え入れようとする伯爵、それに反発する彼の娘ラミーカ、異様の強盗団の頭目であり不死をもくろむ、霊銀星、ドリスに横連路する村長の息子グレコなどの面々と、伯爵を狙う D との激闘が幕を開ける。バンパイアハンター D は、シリーズ第三作、D あやかし卒業の映画化作品である。1999年末以降、 ヴァンパイアハンター D ブラッドラストの題でアメリカにて先行公開され日本では2001年4月に音声は英語のまま日本語字幕をつけて劇場公開された DVD ソフト化の際は英語版の他に日本語吹き替え版も発売されている貴族マイエル・リンクが都の名門エル・バーン家の少女シャーロットを拉致する事件が発生したエル・バーン家は D に加え、貴族たちでさえ恐れる、凄腕のハンター一味、マーカス兄弟も、シャーロットの救出を依頼した。D、マーカス兄弟、マイエルリンクと彼が雇った怪物の用心棒、バルバロイの民が入り乱れての追跡業の行き着く先、最終決戦の場は、悪名高い女、貴族、カーミラの居城であった。それぞれ、役名、英語版キャスト、日本語版キャストの形で記載。 吸血鬼ハンターリーの二度目の映像化の企画は、重氷絵押し風潮のマスタリング期間中から始まっていた。OVA 版の続編を作ってほしいというファンから要望が寄せられたことがきっかけで、吸血鬼ハンターリーの新作映画を作ろうという話になった。原作者の菊池も OVA 版が安っぽいと感じていたことを気にしていたことから、新作映画の制作に賛同した。 菊池は映像化にあたり、川尻らに任せる姿勢を見せ、脚本の打ち合わせなどには参加しなかった。吸血鬼ハンター D の映像化の対象として、第3作である D あやかし卒業を選んだ理由について、監督の川尻義明は、複雑な背景設定を説明する必要がなく、作品のテンポが映画向けだったことなどを、自身のホームページの中で挙げている。 1997年には、川尻義明監督、マットハウス制作という開発体制が確立した。川尻は準備ができたら、いつでも作品に取り掛かることができるようにするため、絵コンテや原画のみといった単発の仕事を中心に行っていた。プロデューサーの山本又一郎は、菊池の別の代表作である、幼獣都市の権利をマットハウスから購入したいと考えており、 幼獣都市について話し合いを進める中で山本は吸血鬼ハンターリーの新作映画の話を耳にする。山本は吸血鬼ハンターリーの新作映画を OVA だけでなくアメリカで劇場を公開したいと考えた。同作に登場するシャーロットは原作である D あやかし殺業においては名前が割り振られていないキャラクターである。川尻は犠牲者を出してまで 禁断の恋を叶えようとする少女の姿勢をもう人のヒロインであるレイラが許さない点を踏まえ、禁断の恋に対する責任の自覚を含め、原作における幼い少女というよりは、自らの意志を貫く強さを持った年上のキャラクターの方がふさわしいと得たと公式ホームページの中で、振り返ると同時に、女性の観客からはわがままに見えるかもしれないことを心配していたとも話している。また、 D あやかし卒業では終盤に舞台がクレーボーンステーツという宇宙港に移行する展開を迎えるのに対し、川尻は吸血着物の,の定番として白を出したいと考えていた。脚本の段階では、終盤で白に眠る大昔のコンピュータが起動し、貴族のホログラムが現れる中、D と敵の戦いが電脳世界に移行するというアイデアがあった。ところが、プロデューサーはこれを良しとせず、 マイエルリンクの特殊性に着目し、正当派の吸血鬼を敵として出してはどうかと提案し、最終的にカーミラというキャラクターが出来上がった。川尻は、プロデューサーの選択が正しかったと公式ホームページの中で振り返っている。キャラクターデザイナーには、重評絵押し風潮などに参加したミノアユタカが、川尻の指名によって起用された。また、同作においては、 3DCG をはじめとするデジタル技法が取り入れられた他、川尻が虫プロ時代に勉強したリミテッドアニメーションという手法が用いられた。アニメーション制作はマットハウスの所有する東京のスタジオで行われたが、ポストプロダクションの作業はアメリカが州国カリフォルニア州にある別のスタジオで行われた。日本語版のダイアログの収録は、 英語版のサウンドトラック収録後に行われた。原作シリーズからオリジナルドラマを収録。そのラマカセット文庫より発売されたカセットブックは絶版となったが2005年7月19日に CD ボックスとして復刻された。高木祭の作画で漫画化されたものが発売されている。日本語版はメディアファクトリーから英語版はから発売。 一巻は日本語版、英語版のほかドイツ、イタリア、フィンランド、スペイン、ハンガリー、リトアニアで同時発売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。